どうも皆さん、ようさら岡村と申します。バディミッションボンド実況プレイ、今日も続きやっていきましょう。ということで、今回は水の絆ということでですね、サイドエピソードを遊んでいこうかなと思います。水ちゃんのはなんかちょっと他よりね、なんか倍ぐらい長いんですけれども、なんでなのか、なんでなんでしょうね。ね、ルークとのなんか間柄が描かれるんでしょうかね。早速いこうかなと思います。いやー、ちょっと俺これ見たくてワクワクしてたんですよ。じゃあ早速エピソード1、劇場の花見ていきましょう。あ、いきなりミッション6なんだね。あ、でも最初に出会ったのがそれぐらいか。晴れてるなー。レッドダイヤを用いたスペシャルショーまであと3日。アッカルト劇場前。やっぱりそうだ、出会った頃だ。レッドダイヤすり替えミッションまであと3日。劇場には誰でも入れるはずだ。現場を自分の目でも確かめておいた方がいいよな。えらい。あれ、置かない。そこで何してるの。うわ、あなたは確かルークだよね。スイさん、なんでこんなところに。名前覚えてくれてるの嬉しいね。それはこっちのセリフ。昼間は立ち入り禁止だよ。いや、あの、もうすぐショーに出るので雰囲気を味わっておこうかなと。すみません、全然劇場のルールとか知らなくて。絶対怪しまれてる。こっち来て。え、スイさん、なんだろう。同日昼、アッカルト劇場内客席。あれ、入れてるじゃん。無人の劇場、静まり返っていて厳かな雰囲気だ。夜になるとここが無数のライトと大勢の客で華やぐんだな。何キョロキョロしてるの。あ、いや、公演中とはまるで別の場所みたいだなと。だけど改めてすごく立派で綺麗な劇場ですね。この劇場は私の父が作ったの。アッカルドさんですね。うん、どの席からも 100% ショーを楽しんでもらえるように計算された作りなんだって。ああ、なるほど。父は建てる場所にもこだわってて、ここは昔御神楽島の中心部で王族のお城があったとされ。へえ。お城、いつの時代のですか。堀とか外壁とかの跡が今もあったり。な、何急に。あ、すみません、僕歴史系の話に目がなくて。引かれたか。じゃあ少しだけ話す。私もそういう話嫌いじゃないし。あれだね、アッカルドさん、まあもう偽物だったけどが言ってた、娘も歴史好きだから気が合うんじゃないかとか言ってたけど、今思えばあれファントムだったんだもんな。本当ですか、嬉しいな。あ、ここでお互い気づいてたんだね、歴史好きっての。同日夕方、アッカルド劇場内客席。いやー、勉強になりました。古代御神楽人の生活習慣と音楽の関係性。太古の昔からこの島には音楽が根付いていたんですね。こんなに話し込んじゃうなんて自分でも驚いてる。でもいいんですか、勝手に入った上にいろいろ話してもらって。あなたの足。足？テーピングが見えてる。ステップの練習で。あら、なんかそういう細かいところまで目を配ってるね。あ、不器用でして。お金で出演を買ったことは許せないけど、プロとして努力しようって姿勢は一応あるみたいだから。
そうですか、ありが…ステップ、やってみて。と…出来が見たい。早く舞台に上がって。にゃー、怖っ。まいったな。笑われちゃうよ。1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4。 ドタドタっていうその音が入ってるのよ。ドタドタって。割れながら割と上達したような。ぎこちないね。まだお客さんに見せられるレベルじゃないですよね。見てて。1 and 2 and 3 and 4。 はあ、なんて軽やかな。ブラボー。こんな近くで見られるなんて。ちょっと大げさだよ。お父さんじゃないんだから。あら、もしかしたらルークにはちょっと似てる部分があったのかもしれないね。13年前、アッカルド劇場内客席。1 and 2 and 3 and 4。 あらららら、ちょっと幼き日の水かわよ。素晴らしい水、とっても素敵だ。世界一だよ。あー、この頃のアッカルトさん、やっぱり目がなんかもっと優しい。スイ、その笑顔を忘れないでくれ。多少踊りや歌が下手でもいいんだ。ショーマンが楽しまないと観客席に笑顔の花は咲かないよ。え？スイ、歌も踊りも下手じゃないもん。ははは、いや、そうだったな。スイは歌も踊りも笑顔も世界で一番だ。一番だ。どうしました、スイさん。僕、何か変なことを。あ、うん、ちょっと思い出しただけ。ショーマンとして大事なことを。あ、さあもう出て、夜の準備が始まるから。あ、はい。今日はいろいろとありがとうございました。楽しかったです。なんかデートじゃないこれ、今思えば。ちょっと、私も楽しかった。ありゃ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 。そうだよね。まずは私自身が楽しまないと。今夜もこの劇場にいっぱいの花を咲かせるために。だから劇場の花か。なるほどね。花っていうのは、まあ、スイちゃんのことかなと思うんですけど、スイちゃんの笑顔、そしてそれで咲く笑顔のことだったんだね。この客席の笑顔のことだったんだね。いや、素敵な話じゃないの。ちっちゃい頃可愛かったね、お父さん子でね。さて、じゃあエピソード2、ぬくもりいきましょう。あ、お父さんの部屋か。部屋っていうか病室。アッカルドが過労で倒れた翌日深夜、三日倉病院個室。お前が見舞いに来るとはな。今思えばこの入院って何のための入院だったんだ。この間顔も見たくないと言われた気がしたが。どこに現れようと私の勝手でしょ。お方、誰かに言われてきたんだろう。その人に会いに行ける、言葉を交わせる、手をつなげる、そういうことは当たり前に見えても奇跡です。ここもルークつながりなんだよね。家族を心配したらいけないわけ。
家族だからといって無理することはないと言ってるんだよ。お父さん、明日も仕事があるんだろ。帰りなさい。私ももう休みたい。あの急患、ひき逃げだって？そうみたい。骨には異常ないけど、傷だらけで。あの表札の名前、ルーク？あ、そうだ。ついでにとか言ってたけど、ここで気づいたんだ。同日深夜、ルークの病室。あなたの言葉を真に受けて会いに行ったら、案の定追い返されたよ。でもお父さんと久しぶりに会話ができて、それは少しだけ嬉しかったよ。暑い。どこ？すごい汗。ハンカチどこに入れたっけ？いかな。お、行かないでくれ。うなされてるね。あら、12年前、スイの母の病室。スイ、そこにいるのはスイでしょ。お母様だ。お母さん、こんな夜遅くにどうやって来たの？お父さんは？面会の受付表を書いてる。もうあの人、スイにとことん甘いんだから。あなたはもう寝る時間なのよ、スイ。だって嫌な夢を見たの。お母さんがいなくなる夢。スイ、私の可愛いスイ。ねえ、手をつなごうか。そうしたらお母さんはどこにも行くことはないから。うん、大丈夫よ。お母さん、どこにも行かない。大丈夫だよ、大丈夫。お父さんと手をつなぐつもりだったのに、なんであなたと手をつないでるんだろう。笑っちゃった。笑っちゃった。そうだね、確かに。なんでだろう。ごめんなさい、めちゃくちゃ腹ごいられちゃった。ごめんなさい。なんか
なんかちょっと俺さ、サイドミッションめちゃくちゃ投げちゃうんだけど、なんかバディミッションのこのスイちゃんとかルークとかのやつはさ、こんなもちろん過酷じゃないけどちょっとこう重なる部分が僕もあるので、なんかその辺でちょっとなんか涙がいつもより出てしまう、ごめんなさい。変なの、いい関係だな、もうすでにこの時点で出会ってまだね1ヶ月とか経ってないでしょこの人たち。まったくさ、運命なのかなこういうのがね。大切な人に出会うのってのはこうやって運命なんだなきっと。いやー、僕もねちょっとこう母を昔に病で亡くしてるので、なんかスイちゃんのが特になんかこう来るものがあったわ、はあ、さてすいません、ちょっとすごいしみじみと、なんて言うんだっけこういうのね、ちょっとしてしまいましたね、申し訳ない。じゃあエピソード3、意外な一面いきましょうか。いや泣くのうざい人もいるだろうから、本当にさ、なるべくねこうカットとかね少なくしたいんだけど、ちょっとどうしてもね、すいません。闇カジノからアーロンを救出した数日後、喫茶ミカグラは初めて聞いたけど、もうちょっとひねれなかった？スイちゃんだ。あら、待たせてすまない。要件は何かな歌姫さん。すごい並びだな。単刀直入に言う、あなたただのプロデューサーじゃないよね。あら、やれやれ、君も疑り深い。ダンサーを疑ったと思えば今度は私か。まあ、公安の人間だしな。え、お呼びでしょうか。ホットコーヒーを。ああ、店員呼んだんだ。パチンって言って店員呼ぶの、本当にゲームとかアニメでしか見たことないが。かしこまりました。こう言うとなんだけど、あなたには隙がない。よくわからない人たちを制御してるし、サワールさんも軽くあしらってたし、何事にも動じない。とても業界の人間とは思えないよ。確かに。でもサワールのあしらい方がそこの基準になるんだな。お褒めに預かり光栄だね。まあ確かにいろんなね、多分経験を積んできてるだろうからな、なでしこちゃんは。本当に何者なの？お待たせいたしました。ホットコーヒーでございます。私が何者であるか、それがそんなに重要なことかね。君の仕事に何も影響を及ぼさないと。そうだけど。大人の圧を感じる。大人の圧を感じますよ、なでしこちゃん。やっぱりあなたにごまかしは通用しないみたい。正直に言うよ、私あなたみたいな大人の女性になりたいと思って。ありゃ、可愛らしい。そういう相談なの？だからあなたが何者か知りたいのは個人的な興味。ありゃりゃ、あなたのことをもっと知って参考にしたい。もうこういうエピソード癒されるな。日頃の疲れが飛びますね皆さん。こちらに言わせれば、私は君のような女性になりたかった。何事にも動じなくなったのはそれなりの経験をしたからだ。君にさせるには濃くすぎる経験をね。それにな、隙のない人間は好かれないぞ。人気商売の君にとっては致命傷だろう。隙のない人間は好きになれないっつってね。ちょっと言い過ぎ？ありがとうございます。でも君にはそのまま真っすぐ進んでほしい。絶対に私より魅力的な大人になれるさ。
今更だけどこのバディミッションボンドのこのキラキラエフェクト笑っちゃうからやめてくれないかな。なんか面白いんだよね。なんかなぜかギャグのキラキラに見えるんだ。そんなことないと思うけど、ありがとう。なんかもうちょっとこの二人いい友達みたいな感じになってて可愛いな。君にとっては実りのない結果になったかもしれないが、いつも男臭い連中に囲まれてる私にとってこのひとときは有意義だったよ。本当？なら私も嬉しい。いいな。せっかくだ、一緒に何か食べないか？私はお腹も空いていてね。お呼びでしょうか？口で呼べ。いちごパフェと泥ナマズのかば焼きを一つ。君は？泥ナマズのかば焼き？泥ナマズのかば焼き？それ泥ってつける必要ありました？なんだか食欲が。そこに聞い取られすぎて。いちごパフェとの食べ合わせの話は全く考えてなかった。頭いかれてんのか。そうか、なら後で頼みなさい。お待たせいたしました。いちごパフェと泥ナマズのかば焼きでございます。ああ、美味しそうだ。君は本当にいいのか？どれに引いてるの？泥ナマズに引いてるの？その甘いのとかば焼きの意味のわかんない食べ合わせに引いてるの？全部？なるほどね。どうした？なるほどねって言いながらご飯食べるやつ面白いな。確かにあなたの言葉通りだなと思って。人間、隙があった方が可愛い。いいオチ。いいオチ。何それ。ちょっとこれ書いた作家さんと合わせてくれ。いいオチ。確かになんだかんだなでしこちゃんも隙があって可愛いねっていう、その何これ、スイちゃんのエピソードなのに。まったく。じゃあ、これなんて読むの？これ俺毎回これの読み方わかんないんだよね。萌えが絶対違うな。合ってんのかな、わかんないけど。なんかあれだよね、新芽みたいなやつだっけ、意味忘れちゃった。エピソード4行きましょう。萌えでござる。毎回気が決まった直後、深夜オフィスなでしこ、2階リビング。結構立ってるね。では準備期間を鑑みて、毎回気は3日ごとする。いいかな、歌姫さん。歌姫さん。うん、ありがとう。仲良くなってる。すまない、部下からの連絡だ。少し外すよ。夜遅くまでごめん、そろそろ帰る。待ってください、今日はここに泊まっていった方がいいと思います。え？賛成。夜道ってだけで物騒だし。酷なこと言うようだが、今は世間がスイちゃんを見る目も変容してる。さっき時計塔でも怪しい奴に接触されてたな。今の時間から出歩くのは避けた方がよろしいかと。わかった、じゃあ一晩だけお世話になる。そこのソファー使わせてもらっていい？いや、よければ僕のベッドで寝てください。何言ってんだおめえ。面白いことになってるな。堂々部屋に連れ込みか。ドギーにしちゃ攻めやがる。いやいやいや、僕は当然ソファーで寝るよ。だろうね。だろうね。誰しも分かっていますよ。あなたはそういうことを言える人じゃないし、言う人じゃない。まったく、すみません、スイさん。僕のベッドを使ってください。
今日シーツ洗ったばかりですし、スイさんが嫌じゃなければ。嫌なわけないけど。ほう、ほう、うふう、微笑ましいことで。なんなんだ、さっきから。行きましょう、スイさん、部屋に案内します。ここです、どうぞ。まあ、大人気な歌姫、もう本当世界中から愛される歌姫、ソファーで寝かせるわけにはいかんぜよ。お邪魔します。まあ、てかそれ以前に女性をソファーで寝かせる男はいないと思うが。キョロキョロしている、変なもんないよな、大丈夫だよな。いや、右端に変なぬいぐるみに映ってますよ。あ、忍者ちゃんのポスター。あら、あ、ファンなんです。あ、そういえばなんか好きって言ってたな。私もあまり周りには言ってないけど、実はスイーツや歴史も好き。あ、なんでわかるの？種明かしはまた明日で、もう遅いから早めに休んでください。うん、ありがとう、ベッド譲ってくれて。あれだっけ、聞き込みとかで聞いたんだっけが。よかった、笑ってる。お父さん見てる。じゃあおやすみなさい。明日もスイさんが笑顔でありますように。スイさん、ごめん、お父さんのお休みの挨拶と同じだったから。ほら、めちゃくちゃ似てるんだな、ルークと。頭を撫でながら毎晩言ってくれた。昔の話だけど。そうでしたか。僕が頭を撫でるのも失礼なので、こっちで握手。はい。うん、バカ、撫でてもいいんだぞ。明日もあなたが笑顔でありますように。いや、もう握手しながら、それはもうほぼプロポーズよ。うん、よかった、この前と違って。あー、そうだね、この前と違って暖かい。え、なんて。なんでもない。おやすみ、ルーク。最高だな。もうなんか辛いことあったら、俺バディミッションボード起動してスイの絆のこの辺の話をも辛くなったら。さて、え、何これ、またレンズルの記憶。違うな、ツルってなんか別の読み方するな、忘れちゃったな。あー、マイカでの一件の後か、結構間空いたな。マイカ崩落後、ムロス様第五小学校緊急避難所。スイ、ルーク殿たちは斧が拠点へ帰った。そなたももう行くがいい。うん、おばあちゃん、あの、ん、私の家に来ない？いや、わしは里の者たちと共にここにいる。うん、そうだよね。まあ、長としての役目ってことか。ごめん、みんながいるのに勝手なこと言った。まっすぐな子だな、本当に。姉ちゃん、暇？切りごまやらない？ダメだよ、こてつ、もう夜遅いし、休みたい人もいるだろうから。ちぇ、こてつよ、ならば折り紙を教えようか。あんなおとなしいのやだよ。じゃね。わがまま坊主。幼き日の風雅にも同じことを言われたものだ。
ばあちゃん、折り紙私に教えてよ。なら鶴を教えてやろう。あのね、いくらなんでも鶴なら折れるよ。まあ見ておれ、一つの紙に切れ込みを入れてこうしてこう。あ、なんかあれか、尻尾とか、あ、じゃあ羽がなんかが繋がってるやつだっけ。何これ、鶴が手を繋いでるみたい。そうだ、昔見たことあるな。つげり方も覚えた記憶あるけど忘れちゃったな。レンズルじゃ。合ってた。美しいだろう。さあ折ってごらん。レンズルで合ってた、みんな。うん。ああ上手だ。スイは手先も器用じゃな。大げさだよ。レンズルは泉も好きだ。お母さんも。そなたと同じように鶴が仲良く手をつないでいるねと、それは嬉しそうにな。思えば泉はこの鶴のような絆を望んでいたのかもしれん。ブロッサムもマイカも関係なく、人々が手をつないだ世界よ。うん、私もそうだと思う。時間を取らせてしまったな。もう出なさい。そなたは名が知れている。いらぬ詮索をされる前に早く。これより先はわしらに構うでないぞ。なんでそんなこと言うの。ブロッサムの人間にとって、わしらは町を危機に陥れたよそ者。今後もキーと同情の目で見られ続ける。それもこれも身から出たサビなのだがな、そなたを巻き込みたくないのじゃ。スイ、そなたの折った鶴をわしにくれぬか。孫とのつながりの証としたい。いやだ、これは私が持って帰る。スイ、思い出なんかにさせない。私これからもちょくちょくここに来る。お母さんに噂のネタが詰まっていそうな繁華街を案内する。オリスさんたちにブロッサムのショーを見てもらう。虎鉄を遊園地に連れて行く。それからおばあちゃんと一緒にお母さんのお墓参りに行く。そのような、わしらがこの町を表立って歩くことなどできるよ。みんなが手を取り合えるこの鶴みたいな世界にきっとなる。スイ、私を信じて、おばあちゃん。それじゃ、またすぐに来るから。泉、そなたは本当に良い娘を持った。そなたの、そなたらの優しさと強さを継いだ素晴らしい子。最後、そなたらって言い直したのはアッカルドさんの子供っていうことだもんね。いや、いい話だ、本当にいい話だ。レンズルで合ってたね、読み方ね。心配しちゃったけど合ってたわ。星空に願いを、なんかドラクエみたいな。行きましょう。舞歌場が焼け落ちた夜、小勢の屋敷、客間。あ、ちょっと戻ってるね。激動の一日だったな。舞歌場は燃え、風雅は命を落とした。木馬さんと小勢さんが和解できたことが救いだけど。あ、
なんだいルーク。いえ、そろそろ休みませんか。そうね、昨夜もここに布団敷いて寝たんだよね。はい。もう寝とる。早くも寝とる。この私が雑魚ね。むさ苦しい面々と雑魚ね。鳥肌が。そう、雑魚ねってなんで雑魚ねって言うんだろう。こっちは優雅にぼやいとる。布団はそこの押し入れだったよね。ごめん、少しだけいい？スイさん、まだ寝てなかったんですか？うん、ルークに話したいことがあって。夜の呼び出しか、修学旅行みたいだね。話しといでよ、ルーク。外に出てはいかがです？今日は良い星づくよですから。うん、じゃあ、ちょっと出ましょうか、スイさん。いろいろあって疲れたでしょ。ううん、まだ整理できてないこともあるけど、すごく大切な2日間だった。少し聞いてくれる？もちろん、そのためにここにいるんですよ。マイカに来てなかったら、大切な人たちの思いや真実に触れることさえできなかった。私、本当に何も知らなかった。知ろうとしてこなかったんだと思う。誰かとつながりたいなら、自分から手を伸ばさなきゃダメだよね。スイさん、ブロッサムに帰ったら、今度こそきちんとお父さんと話したい。お父さんの思いと真実を知りたいから、私から手を伸ばしたい。します、心から。ありがとう。でも、きちんと話したい相手はお父さんだけじゃないんだ。私、ルークのことを知りたい。あら、僕のこと？うん、ショーマンじゃないのはもう分かってるけど、どんな道を歩いてきて今何を望んでるのか教えてほしい。お、真剣な目だ。スイさんは今僕に手を伸ばしてくれてるんだな。わかりました、お話しします。僕は数ヶ月前までリカルド共和国の警官として働いていました。ああ、そこから話すんだね。あ、このタイミングで打ち上げてたのか。なるほど。三神楽島に来たのは、ここが犯罪組織ディスカードの根城だから。ディスカードを追うことになったきっかけは、アーロンとの出会いと父の死です。そんなことがあったんだ。なるほどね。ルークはきっと大事な人を失ったことがあるんだろうと。お父さんだったんだね。はい、ルークのお父さんとルークの思いが報われるよう願ってる。私に協力できることがあったらいつでも言って。ルークたちにはこれまでたくさん助けてもらった。私もあなたたちのために何かしたい。ありがとう。でも、むしろ僕たちの方が助けられてますよ。そんなこと。風が出てきましたね。あ、うん、そろそろ戻らないとね。あら、何それ、何、戻りたくないみたいなやつ。
何それ。よければもう少しだけ話していきませんか。僕のコート貸しますから。最高。でもそれだとルークが。僕は北の出身ですから寒さには強いんですよ。はい。ありがとう。あ、匂い嗅いどる。嗅いでる。どうして、一体どうして。もしかして匂いますか。恥ずかしい。うん、この前ベッドを使わせてもらった時と同じ。ガーン。いや多分その匂いじゃないと思うよ。匂いがするっていう単純なその匂いだと思うよ。臭いって意味の匂いじゃないと思うよ。安心する匂いなんだけど、なんか落ち着かない気持ちにもなるっていうか。It's a koi。ごめん、なんでもない、忘れて。あれだろ、安心するんだけどドキドキしちゃうんだろ。待って、バチクソに部屋のドア開いてた。みんなやばい、はやばい、どうしよう。他の部屋とかに聞こえてないから大丈夫かな。隣人トラブルに繋がってしまう。ちょっと一旦閉めてくるね。すいません、戻ってきました。なんか隣人と人参って似てますよね。はい、ではじゃあ次はエピソード7コーヒーブレイク行きたいと思います。さっきもなでしこちゃんとコーヒーブレイクしてたけどね。